皆さん、こんにちは。大橋ロコです。月に一度のプラチナフォーカス2024年9月号。今回も貴金属スペシャリスト、池水一さんと一緒にお届けします。池水さん。どうも、こんにちは。こんにちは。え今日は9月某日ですが、今日は今朝から地上波のテレビにご出演されてらっしゃったんですね。はい。でき、はい、ました、フジテレビ。<laughs> はい。なんか、ちょうどね、でもそれで街の間にですね、ええ、あの、 えっと、伊豆諸島だけ。はいはい、津波情報がピンピンって出てきて、おお<ー>とかも。ちょっと地震が、はい、<う>ありましてそで、それでいろいろなんかその注意報が入ってきてですね、うん、どんどん時間が欲していって、あ、これ野菜。また無くなんじゃねえかと思いながら待ってましたけど。せ <laughs> っかくスタジオに行ったのに、でもお話しされて、そうそうこれでちゃんとね、えー、ご出演、 そうですね。パネルの中に入ってらっしゃるんですかダン <laughs> ボールの中、クリーンの板、これ、これ、画面のように見えますこれ、板の向こうにいるだけだんです <laughs>、うん、実際にスタジオにいらっしゃるんですね。は,い、はい。ということで、えー、今日ね、あの、フジテレビめざまし8にご出演されたということですが、まあ、話題はやっぱり金ですかねプラチナでっていうのはなかなか。そうですね。これ、金鉱山の話ですけどね。金講座だったということですね。はい、さプラチナフォーカス、今回の テーマは、えー、出ました。最新の市販機レポートということで、はい、市販機レポートで見ると、プラチナというのは今後どういう価格推移が、えー、展望できるのかということを、今日は池見さんにじっくりと伺っていきたいと思っております。はい、この番組は、ワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けします。では、まずプラチナがどこの値値にいるのかということを、ここ10年の貴金属4商品の比較チャートで見てみましょう。 うん、プラチナは安定的に横ばいですね。そう。これ、本当に綺麗にプラチナって、横ばい。動いてないですよね。<laughs> はい、他のメタルと比べると、それがより鮮明になりますけど、はい、別にプラチナは落ちてはいないんですよ。下がってはいないんですよね。落ちてはいないんです。 ただ上が,上がっていない。うん、それに対して他のメタル、ゴールド、特にゴールド、シルバー、まあ、パラジウムも一時期、えー、すごく上がって、まあ、ゴールドは今も、ゴールド、シルバーは今も上がり続けていると。その中、プラチナだけ我関せずのマーケットがずっと続いてますよね。<laughs> <laughs> はいまあ、下がらないという意味では、このレンジの加減で買って、まあ、レンジの上限で売ればいいよねという、はい、まあトレーディング向きにはなっているんですが、うん、あの足元でちょっとパラジウムが上がっているのは、これ、何か供給に問題があったんでしょうかね、はい、そうですね、あの北米の,あの、えー、っとスティルウォーターっていう大きなパラジウムの生産者が50%ぐらい、はい、そのリストラで。 え、生産量が減るとか、あとは、ま、パラ、あと、ロシアのノリスクニッケルが、あの、パラジウムたくさん、世界で一番の、あの、生産者なんですけど、ノリスクニッケルも、今度は、ま、ロシア自体がですね、西側へニッケルを輸出しないみたいな話がちょっと出てきてですね、あ<ー>ま、そういうのは、かた、重なってるところで、パラジウムの、その、弱気筋が、えー、 コメックス、CME のですね、えー、大きなショートを抱えてるんですが、その連中ゲームはちょうど、まあそういったニュースもあったせいだと思うんですけれども、あの、えー、ショートカバーをね、だいぶ入れてきたっていうのがありますね。ここ2週間ぐらいですね。 ショートカバーだと売り方の買い戻しということですから、はい、基本的にこれ底を入れして何か需給が好転したわけではないということですね。ではないですね。はい。<laughs> はい。ありがとうございます。ちょっと、あの、それぞれのチャートフォーカスしてみてみましょう。プラチナは、えー、まあ本当に、850ぐらいから1100ドルぐらいってとこですかね。そうですね。だからやっぱりコアになるのは900から1000っていうのがわかりやすいんですけど、 まあまあね、ここもう僕ら2年ぐらいずっと言ってますけど、900ドル割ったら買って、1000ドル超えたら売ってっていうのが、まだまだ十分通用するレンジトレーディングの動きになってますよね。そうですね。うん、で、一方でパラジウムもやっぱり800ドルより下にはいかないかなという。そうですね。はい、これプラチナもパラジウムも共通してますけど、やっぱりこのあたり900ドル割って800ドルっていうぐらいがですね、はい、もう本当にボトム。 もうこれ以上安くなったら多分みんな生産しなくなっちゃうっていうところまで来てるんでうん、はい、そういった意味ではこの辺まで来てたらあんまりこの下値不安っていうないですよね。なるほど。うん、やっぱ生産コストっていうのありますからね。はい、うん。はい。それ以下になると本当にあの企業がまあ登山会社がやらなくなっちゃうってことですね。うん、そうですね。はい。ではここから プラチナの四半期レポートが出ておりますので、第2四半期の需給というのを見てみましょう。まずは供給サイドです。はい。えー、っと、まあ、この9つ、だから第2四半期、そう今、大橋さんが言ったように、第2四半期のレポートがあるんですけれども。はい 供給はまあ安定してるというかですね、えー、鉱山き、あの鉱山センサーはちょっと増えてるんですね。第二四半期だけ見ると。うん、南岸の計画停電がだいぶ減ったみたいでですね、<ー>それによって南岸の、はい、鉱山センサー5%ぐらい増加していると。 はい、で、えー、ちょっとこれ、あの、言葉遣い間違ってますが、メンテナンスで、そのロシアと北米が実は減少したんですけど、まあ、この長野増産分でですね、その減少分は十分カバーできているというような形ですね。はい。 えー、ところがね、一番右側が、えー、2024年第2四半期ということで、まあ、あの、むしろちょっと安定して増えてるって感じですね。そうですね。はい。はい、だいぶ、その、まあ、過去4四半期の中では、まあ、ほぼほぼ、えー、2023年の9報と同じぐらいになってますよね。うん、はい。では、次のスライド。ちょっと待ってね。その前に、その、この全体の鉱山供給がですね、これ、はい、まあ、 実は2024年全体ですから、あの、この後のですね、Q3、Q4 を入れて、はいえー、予測が出ててですね、それが全体ではマイナス2%ということで、えー、プラチナの鉱山生産2024年っていう単位で見ると、はいえー、171.3トンになります。 っていうのがあのこの統計でも出てて、ねで、この171.3トンって、まあで、2013年以来この統計取ってるみたいなんですけれども、はい、それ以来の最低の水準なんですね。あそうなんですか、うんまあ、僕らよくあの概,略概略というか、あのゴールドは3600トン取れて、プラチナはまあ、はい、200トンぐらいだよねっていうことを言いますけれども、実は 今年はそれがだいぶ減って17トン170トンですからね。<ー>やっぱりプラチナの生産は今ちょっと減りつつあるってことですね。200トンじゃなくなっちゃったってことですね、うん。まあまあ、ここ数年180トン、190トンぐらいで、パラジウムがちょうど200トンぐらいなんですね。だからちょっとねパラジウムのプラチナの方が生産量少なくなってるんですね。はい、まあ。リサイクルはまあね、ちょっと少し増えるみたいですけど。はい、そうですね。ただまあ、これ。 あまあ、この今年後半を考えてもですね、自動車の触媒のリサイクルがですね、えー、ちょっと足りなくなってるっていうか、あんまり廃車が入ってこなくなっちゃってる。んみんな、あのー、古い車というか、ずっと乗ってる車をですね、大体普通は4、5年で買い替えるんですけど、はい、あのー、まあ、コロナ以来だいぶ自動車の寿命が伸びてるんですね。みんな簡単に買い替えなくなってきた。 その要は半導体不足とか等々いろいろあって、<ー>納期がね、1年とか2年とかなって、ね。新車がなかなかね、予約してから時間がかかると、ね。そう。だからね、あの要は廃車が少なくなってきてるっていう事情が、うん、この,あのリサイクルにちょっと響いてきそうだなという感じです。ちょっと面白いですね。コロナ禍で少し変わったということですかね。うん、はい。では次のスライド。これ、エリアですね、供給の。はい。 はい、今年あ、23年と24年は比較してるんですが、まあ、あの、例えばサウスアフリカ、えー、下の方ですね、真ん中の下の方の南岸の生産は、あの、だいぶ、だいぶっていうか、2023年よりは減ってるんですね。74。そう、十四これ、あの、7万4000オンスだったんですけど、どはい、これ、オンスですね。で、うんえー、例えばロシアも、 マイナス28。はいう、えー、ことで、ノースアメリカ、北米もですね、要は鉱山生産を全部みんな減ってて、はい、あの、まあ、アザー、これはまあでもすごく全体数自体がちっちゃいんですが、はい、その他の地域だけちょこっとだけ増えてるけど、まあ、190が203だっただけなんで、要は、 全然単位が違うんでですね。あんまり関係ないと。えー、まあ大事なのはやっぱり南野の鉱山生産がちょっと減りつつあるよと、はい、いうことですよね。はい。長っていうのはその昔、金のね、最大の生産国だったのが今はもう6位、7位、8位とか、だいぶ順位を落としてますけ10位,位です、ね。10位ですか、もう。<laughs> 10位になっちゃった。<laughs> もう100トン切ってますからね,あ<ー>ね。昔は1000と思ってましたから、ーピークね。 で、それがプラチナでも起こり始めてるっていう感じですかね。うん。まあ、でもね、プラチナは80%がこの南蛾と横のジンバブエですからね。うん同じことがプラチナに起きると、これプラチナにとっては相当厳しいですよね。えー、だって、このプラ、あの、南蛾のこのプラチナの生産数は3883になってるんですど、24年。はい。これを他の、 生産地の北米273、ロシアでも646っていうことで、もう、が違うわけですよね。圧倒的に。はい、そういった意味じゃ、やっぱり長野の影響っていうのは相当大きいんでですね。あの、ここが大きく減ってくると、本当に供給が、あの、心配になりますよね。ね、そこまではまだいってないと。長野、うん、はまだ最大であるということですね。はい。そして、需要の方はどういう状況ですか はい。需要はですね、これ、堅調なんですね。まず、えー、っとね、えー、そうですね。ガラス産業。まあ、これはね、あのー、結構周期的なものがあるんですけれども、あのー、生産の設備を何年かに一度、大きなあ特化へっていうかですね、あのー、増強しなきゃダメで。 で、それがちょうど今年起こったみたいでですね、ガラス産業はだいぶ大きく増えてます。それは、えっ、ー、と、インダストリアルの中に入るんですがこ、これ下にあの、えっと、円グラフがあると思うんですね。2023年と2024年を比べた、あの、要分野の円グラフをちょっと次のページかなグラフ、次の次ですね。<あ>はい、すいません、はい、これ。これ見ていただけるとですね、あの、特に増えてるものがですね、やっぱり、 グラス、えぇ、ー、2023年あ、紫のところです、ね。紫のとね。え薄紫。2%が8%に増えてる。3%増加してる。はいはい。っていうのがこれで見てわかるんですが、他の分野で、あのー、3%も増えてるのがないですよ。うん、そういった意味では、あのー、今年の、えー、ガラス産業で使われるプラチナの量がちょっと、 あの大きく、要は設備交換等々で増えたっていうことが、まず一つ挙げられますね。これはサイクルなんですかね、設備投資の、うん、これサイクルです。はい、あのですから、翌年はおそらく全く変わらないと思いますね。<laughs> うん、でこれも、えーと、またさっきの,のっはい戻ったのがあると、宝飾、えー、品が7%増加してると<ー>、まあ。これはいいサインですね。でそ,ですねその原因何かっていうと、やっぱりゴールドと比べても安すぎるっていう部分でですね。<laughs> プラチナの方はこんなに安く買えるんだったら、プラチナの宝飾にしようっていう動き。まあ、それは確かにわからないことないですよね。あの、地金だけの価格で比べると半分以下になってるわけですからね。ねはい、あの、宝飾品のそのものは半分にはなってないとは思いますね。あの、プラチナの方は硬くて生産難しいんで、その分やっぱり値段も上がってくるっていうことがありますからね。はい。 あと自動車触媒でもお、今年は好調、好調というか去年よりもいい。えー、その背景にあるのは、あのまあ、パラジウムの代替需要がまだあると。うん、それから BEV、バッテリーの電気自動車が、あやっぱり最近ね、いろいろお再評価っていうかですね、はい、あんまり良くないよって話が増えてきてて。 で、その代わりハイブリッドの需要が増えて、はい、で、ハイブリッドは、あの、普通のガソリン車やあディーゼル車よりも、えー、触媒たくさん使うんでですね、これはプラチナにとってはプラスですよね。まあ、この連休僕、小渕屋の方行ってたんですけど、はい、あの、小渕屋の道の駅には1台しかあの充電器がないんですよ。EV の。EV の。<ー>そうするとですね、 みんな並んで待ってんですね。一人30分かかるわけですよ。そうですね。そこで2時間、3時間ね、充電だけのために車で待ってるっていうのも、ちょっと、ちょっと。インフラ的にそう、不便ですね。ちょっとこれ、やだな、思っちゃいますけどね、僕個人的に。はい。るね。まあ、そういうのもあって、需要全体でですね、去年よりは3%になってる。とこれが252トン。 過去10年の平均をですね、4%上回ってるということですね。だからさっき、鉱山生産が2013年から最低になったって171点ですよと。171トンですよと。よと需要は252トンなんで、やっぱりだいぶ需要の方が勝ってるっていうのは、これだけでもちょっとわかりますよね。はい。で、次のスライドは。はい。これ、需要の このね、あの、んー、チャット、なかなか分かりづらい。と思いません。WPIG、はい、でそう,そう特徴的なスライドです、ねうん。知らない、知らないっていうか、はい、なんかこういうのが好きなんですけど、要は一番左端が2023年の需要全体なんですね。はい、で、えー、一番右端の2024年は、えー、の需要全体が一番右端と。 はい、で、この違いは何があるかっていうのは一つ一つ,つ分野でこう示してると。とっていうことですね。はい、で、えー、例えばキミカル、化学品の分野が減ってて、うんえー、一番増えてるのはやっぱりグラス。あの、ガラスが、ねうん、増えてると。で、その次はジュエリーが増えてるっていうのはこれ見てわかると。ですね。これ全体。 足すと、2023年の7892、えー、キロオンスですね、に対して8118に2024年はなりますっていうことです。はい、需要は増えていくよということですね。で、それを先ほどもご覧いただきました円グラフにすると、この推移はこうね、シェアがちょっと分かりやすくなるう、ね、そうですね。あんまり大きな変化ないですよね、これ見てるだけでは。 あの、オートモーティブ141対45とかね、はい、うん、ジュエリーも24%、25%ですから、あんまり大きな変化はないけれども、化学、化け学の分野で3%減って、グラスで3%増えてるとかね、そういったところがあちょいちょい見られますけれども、まあ、あんまり大きな、あの、内容の変化ない。で、ここでずっと一つ、はい、あの、 注目したいのは、ハイドロジャン。えー、水素です、はいうん。もう我々最近もうこれしかないっていうぐらいな感じですね。プラチナは。水素社会。水素社会で、この将来が明るいっていうような話は結構する、するというか出るわけですけれども、これ比べてみるとですね、2023年における水素、 お社会、水素社会というか、水素関係のプラチナ需要っていうのは、需要の中の0.4%にしか過ぎなかったんですね。うん、じゃあ、2024年、どれぐらい伸びたかっていうと1、1%になる。もう倍以上にはなって、まあ、倍以上だけど、スタートポイントがやっぱりね、<laughs> えー、あまりに低いんで、まだ,ま,だまだ需要全体の1%のものに大きな夢をかけるっていうのは、<laughs> どうなのっていうのが実はありますよね。なかなかまだ価格に折り込まれないのはちょっとまだビビたるものだっていう、ね。そうなんです価格に影響するほどの需要にはまだまだ到達してないと。これがやっぱり5%、7%、10%に来ると、まあ、これはいけるなっていう気がしますけどね。まあ、だから今年が1%ですって、25年には2%になるのかどうか。 ぐらいな感じで見ている方がいいかもしれません、ね。はい。まあ、シルバーにおける太陽光パネル需要っていうのがね、どん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 膨らんでって、シェアがこうね、あんな風になるかどうかっていうと、<laughs> まだちょっとそこが見えないって感じですね。そうです、ね、太,陽あの太陽光、空のシルバー需要やっぱり毎年10%ずつ伸びていってますからね。ねすごいんですよそういった意味では、それはすごいですね。はい。そして、ここの,あのインベストメントっていうのが投資の部分で変わってないんですね、これね。そうですね。 ただ、ちょっと面白い事態があってですね、次の、えー、確か、えー、そうですね、投資需要ですね。はい、これ投資需要で一つだけ、この Q2 はものすごい伸びたんですよ。これは何かっていうと、この紫の ETF なんですね。プラチナの ETF がね、<ー>世界的にはだいぶ変わってるんです。<ら>これこそ、やはりゴールドに対してあまりにも安いプラチナっていうので、まあ やっぱりこうやって、あの、投資家でもですね、そこに注目してる人たちが増えてきてるんですよね。<ー>だって Q1 と比べると、Q111 に対して、うん、444ですからね。<ー>これは結構いいサインだと思うんです。はいまあ あのー、残念なことは何かっていうと、こんだけ ETF8 の値段上がってねっていうのが。<laughs> お<い>何なん,な,んなんですかね。はい、そうなんです。それが値段に反映されてないっていうのはちょっと残念、ね、そうですね。はい。うん、でも、まあ、投資家はちょっとやっぱりプラチナが安いぞということに気がつき始めてはいるんですよね。そうですね。うん、はい。そして、受給バランスで見ると、はい。 これがあの2013年からのです、ねえー、マーケットの需給バランスの、うん、グラフです。で、やっぱり2023年、それから2024年はです、ね、大きな供給不足不足ですよね、供給不足。で、2020年、19年、20年。 いうのはこれも供給不足だったんですが、これはどっちかっていうと、供給の,その方の問題、まあ、コロナがあって、あとあ、要はロジスティックスがうまく働かなかった、ね、ちゃんと供給なされなかったっていうのが大きいと思うんですよね。で、その反動が2021年に、要は、えーまあ、あのロックダウンの間だ、 生産活動止まったりとか<う>、はい、需要がなかった分が2021、2022にはバーンと出てきた供給過剰になったり、ねはいで。それが普通に戻ってきて、やっぱり供給不足の方に陥ってきてるっていうのが今の現状ですね。はい、まあじゃあもう少し価格に織り込んでくると。だって32トンも供給不足ですからね、これまあ要はあの十分の一以上。 この供給が不足しているわけで、まあ、これが続くと、やっぱり値段にとってはですね、えー、影響出てくるかなと。まあ、あのー、地上在庫といいますか、業者が持ってる、まあ、特に鉱山会社がキープしている、いざの鳥のための在庫はやっぱ結構あるんですね。昔、やはり供給不足を何回も経験してですね、あの価格の高騰したことがよくありましたので、そのためには、長野鉱山会社はやっぱり常にある程度のストックを持ってるわけですね。もし何かあったときのために それがだいぶはけてきてるっていう状況もあります。ですから、こういった供給不足の数字が今後はあのマーケットに反映されていく可能性もないと思った方がいいと思うんですね。はい、となると、今ね、安定的に横ばいのプラチナも何年も言ってるんですけど、いよいよトレンドが生まれるかもしれない <laughs> また言うのかい、感じですけどね。<laughs> いはい。はい、信じましょう。はい、はいえー。まとめです。 はい。はい。あのー、プラチナはね、やっぱりこの供給不足っていう、まあ、ファンダメンタル、市場にとってファンダメンタルはすごくいいで、でも今まで言ってきたように、それがね、価格に反映されてないですね。そうですね、えー。で、まあ、あの、これも今、さっき言いましたけど、その、プラチナ、あのー、 地上在庫を今はどん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 使ってきている。っる減ってあ、供給不足になっている部分は地上在庫動議になってきている、はい。で、これ、この地上在庫自体がですね、2022年からこの24年の間に37%ぐらい減っていると、<は> WPIC は計算していますと、えー。ですから、現物市場はさらにタイトルになるでしょうと。で、それによってプラチナのファンダメントルズはますます強くなっている。 今度こそプラチナの市場価格に反映されていくではないか。by WPIC ですね。<laughs> はい、という感じ そういうことですね。はい、えー。ただし、投資におけます最終判断、皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。さプラチナに関します最新情報は、ぜひ、ワールドプラチナインベストメントカウンシルの SNS のアカウント、フォローしていただければと思います。左側、こちらは Facebook、右側 X ということで、こちらでフォローしていただけますと、最新のレポート、情報など、発信させていただいておりますので、フォローいただければと思います。この番組は、 ワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けしました。ということで、えー、いよいよこの供給不足、需給がタイトになっているというところから、動き始めるのいつかというのをね、カウントダウンしながら、えー、また来月お伝えできると、はい。楽しみにしましょう。楽しみにしましょう。はい、はいえー。今回も池水一さんにお話を伺いました。池水さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。